帰りなさいませ。いらっしゃいませ。クエスト受注。検証そうですね、アルモタヘル。ああ、お前もな。まさか、こんな形でお前とまみえることになるとは思わなかったわな。不思議なものだ。私たちが人間界にいること、そして肉体を持っていることが、そもそもありえない事態ですからね。これもアニマ様のおかげですね。あの方の錬金術は驚嘆に値します。それに教皇庁の方々にもよくしていただいています。この前はシャロン様とイレーナ様に付き添いいただきまして、映画というものを見てまいりました。大きなスクリーンで見る映像は本当に美麗で、音も前後左右から聞こえてきて臨場感がありました。しかも映画の中の衝撃を再現するように座席が揺れるのです。ミエのレス、恥ずかしながら猫目さんさんいらっしゃいませ。最初驚いてしまいましたが、まるで映画の世界に入ったようでした。シャロン様は同様に驚いておられましたね。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。それにですね、最近はドラマというものをよく見ていまして、愛憎渦巻く複雑な人間模様が見事に描写されていて、
道徳に反すると分かっていても目が離せなくなるのです。異国のドラマも大変興味深く、いろんな作品が気になってしまってなるほど、この世界の娯楽にうつつを抜かしているというわけか。うん、そういうアルムタヘルはどうなのですか。我か、そうだな、せっかく肉体を得たのだから、肉体がなければできない経験をせねばな。ゆえに我はこの世界の食を探求している。人が発展させた世界には美味な食物があふれているからな。ハンバーグ、すき焼き、小籠包、うまい料理は枚挙にいとまがない。陛下には世話になっている。やつの肉料理は最高だ。特にケバブは良い。肉と野菜、ピタのバランスは筆舌に尽くしがたい。食べながら話すのはやめなさい、アルモタヘル。ここは女神様の聖堂ですよ。もうアルモタヘルもこの世界の文化の垂れ抜きではないですか。他の守護天使たちはどうしているのでしょうか。リクリエを阻止するためにいずれ力を合わせたいのですが。我々と同じように囚われていると見るのが妥当だろう。力ずくでも目を覚まさせてやらねばな。さて、我はこれから流星四国周辺のケバブ店を回るつもりだ。店によって肉の種類や味付けも違うからな。至高の一品を見つけるとしよう。お前は？私はドラマの新しいシリーズを見始めようかと。リアルタイムで事件が進行するという作品で、一度見たら止まらないと聞いて少し恐れていたのですが、そろそろ挑戦してみようと思っています。ふむ、まるでケバブだな。いい加減ケバブから離れなさい。面白ければあなたにも感想を伝えましょう。きっとアルモタヘルも楽しめる。どうした、お前もケバブ巡りに参加したいのか。いいですか、今の我々の生活は教皇庁の方々の援助によって成り立っています。しかし我々は日々ドラマを視聴したり食べ歩きをしたり、ただただ享楽にふけるばかり。つまり我々のようなものを極つぶしというのでは。やっぱり前のイベント集会がいいのかな。何か私のせいでとんでもないことに。でもやるからには頑張らないとですよね。よし、引っ張るべ。初見です。キュウレノです。ダン、お茶をどうぞ。ダン、
初見さん、いらっしゃいです。ゼロ、銀河英雄伝説が好きな一人が来場しました。この仙雲寺ヒルディオーネ、勝負には正々堂々全力を尽くしますわ。このゲーム面白いっすね。ボスチケット回った回数分もらえないのがな。結構な時間泥棒ですが、面白いといえば面白いですね。ああ、ボスチケ、もうちょっと多くドロップしてほしいかもですね。ドロップアップじゃなくダメアップなのね。人の子よ、全力で来るがよい。レディーゴー。私に指示とは。メテオインパクト、図が高いわよ。グラビトンプレッシャー、このまま叩き潰してあげる。マルス、行こう。バーミリオンイーター、バウンドノート、そうね、展開クリムゾンゼータフリボーデッドスラット、ジョービーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャインフィニッシュ。これが私たちの競争曲、リボーデッドコンチェルト見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。あれ、特攻キャラいたっけ。ガチャです。
特攻のドロップもあったからあれってなった。わら、あれ、会長さんがどうしてここに。私たちが会長様をお呼びしたのです。我々の呼びかけに応えてくれたようだな。感謝するぞ、人の子よ。ここの設備を使って守護天使さんの擬態のデータ取り、つまり健康診断かな。アニマさんが作った擬態は高性能ではあるけど、運用においてはまだまだ未知数な部分が多いから、運動機能や認知機能、その他生命維持に必要な各種機能に異常がないかチェックしてたんだけど、今のところ2人とも異常なし、健康そのものだね。うん、あれだけ栄養を摂取しているのだから当然だ。アルモタヘルさんは食べ過ぎかと思ったけど、擬態の消化能力と代謝のおかげだね。これは何の機械でしょうか。ピカピカと光っておりますね。ああ、マグダレナさん、それは触っちゃダメ。ごめん、お待たせ。マグダレナさん、会長さんを呼んだ理由を教えてもらえますか。はい、会長様にお願いしたいのは他でもありません。私とアルモタヘルがアルバイトできるように手伝っていただきたいのです。守護天使さんがアルバイト。アニマ様の擬態で受肉して以来、我々は教皇庁から生活費をいただいて暮らしています。しかしモンスターやアステラが発生している時はまだいい。あ、いえ、よくないのですが、戦っていない時の我々は暇を持て余すばかりなのです。例えばアルモタヘル、あなたは昨日何をしていましたか。午前は流星四国初出店のカフェでコーヒーをたしなみ、昼食は香り高いとわりそばを賞味し、間食にケバブ、夕食にラーメンを食し、夜食にアイスを食って寝た。本当に食べてばっかりだ。ちなみに私は鉄壁の刑務所から脱獄するドラマを一気見しておりました。ドキドキハラハラする、大変面白い作品でした。気持ちはわかるけど、そんな生活ちょっと羨ましい。守護天使ともあろうものが人の世話になってばかりではな。少しくらいは自分で使う金を自らの労働で稼ぎたいんだ。ですから幾多のアルバイトをこなしてきたという会長様のお力を貸していただきたいのです。なるほど、それなら確かに会長さんが適任かもね。仕事なら私もいろいろしてるけど。小春子様のお仕事といえば、学園のシステムセキュリティ関連にデータの分析、あと放送委員としてのオペレーター活動ですね。どれも我々には無理だな。手伝おうとすれば余計に迷惑がかかるだろう。小春子様は本当に多彩で、新生学園に貢献されているお方、私などは頭が下がります。守護天使さんに言われると恐縮です。誰に電話かけてるの。ああ、バイトならたまきさんかな。どうしたの会長、遊びのお誘いとか。それならバイトの予定次第だけど。守護天使がバイトしたいって言ってる。そんなの勝手にやらせときなよ。ゼロ、歌われるもの、二人の白スメラニが好きな一人が来場しました。恐れ多いし、粗相があるといけないし、悪いけど他は立てよ。ごめんね。どうだった。だってその顔はダメだったみたいだね。あ、そうだ、もうすぐ秋葉原でイベントがあるから、それを手伝ってもらおうかな。
うん、私の実家は秋葉原にあるんだけど、最近モンスターの動きが活発で秋葉原全体で客足が少なくなっててね、今一度秋葉原に興味を持ってもらおうってことでイベントを催すことになったの。アニメ、ゲーム、漫画、アイドル、電気やメイドまで秋葉原らしいものを集めたイベントなんだ。題して秋葉フェスタ。店先で特設ショップを開いたり、アニメとのコラボメニューが出たり、アイドルの新曲リリースイベントもあるんだよ。私はいろいろ手伝わないといけないことがあるから、会長さんが守護天使さんをサポートしてくれる？助かるぞ、二人とも。我ら守護天使、秋葉原の助けになれるよう力を尽くそう。そんな大げさな。私とアルマカヒルは生まれて以来ずっと守護天使しかしていなかったため、他で働いた経験がありません。守護天使しかしてないって、守護天使は職業なの？ご迷惑をおかけすると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。我が炎で相手をしよう。レリーゴー！バウンドノート、グリエル渾身のエールホルン。やったか。メテオインパクト。図が高いわよ。グラビトンプレッシャー。このまま叩き潰してる。セリボーテッドスラット。ジョビーナスエクスカリバー。そういう展開、クリムゾンゼータ。ケベシュクレマス。メーメクの炎よ、ゲヘナレクイエム。何するの？アルモタヘルタイス。バウンドノート、やったか。メテオインパクト、引力操作、ブラックフィニッシュ。見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。日傘探偵、ジュエリーブラウンだ。人の子よ、全力で来るがよい。レリーゴー、ダッシュ。ジョビーナスエクスカリバー。すごい金星の力、シャイニングコンテスピー、ボーテッドスラット、すごいです。キャセットデルタ、コリュミナスクロス。そうね、展開、クリムゾンゼータ。終了まであと5分なのに。ケベシュクレマス、メーメクの炎よ、ゲヘナレクイン。まだまだ行くぞ。やりました。コリュミナスクロス、嘘を聞かせない。リミナスバインドチェック。モレッドデルタ、マルス、行こう。バーミリフィニッシュ。私の仲間は世界一よ。お祝いにステーキを食べに行くぞ。
マグダレナさんにはここの臨時アニメショップで働いてもらいます。いいですか？はい、お任せください。会長さんは接客や販売の経験はあるよね。マグダレナさんを補助してもらっていいかな。よろしくね。私からもよろしくお願いいたします、会長様。しかも会長まで。守護天使と生徒会長が一緒に働いているなんて不思議な光景ですね。モネ様はどうしてこちらに？神保町の古書店に寄ったついでに少し足を伸ばして、漫画やライトノベルも私の読書の対象ですから。それにしおりも集めてますので、今日ここでグッズを買うと限定のしおりがもらえるって聞きました。なるほど、ご来店ありがとうございます。このボールペンと、あとクリアファイルください。かしこまりました。マグダレナさん、固まっちゃってどうかしました？おっと、そうでした。この機械で読み取るのでしたね。ピッピッと。おお、自動で金額が計算されるのですね。これは素晴らしい。これなら私でもレジのお仕事がこなせそうですね。電子マネー決済でお願いします。電子マネー、用紙マネーや中性子マネーもあるのですか？もしや普段私たちが使っているお金は原子マネー？そうじゃなくて、カードやディスクでお金を払えるんです。ディスクで。ふむふむ、お金を使わずお買い物ができる。なんと、それはすごいですね。あ、いえ、ただでお買い物できるわけじゃないんです。あらかじめチャージしてそこから払うだけで。なるほど。分かってない顔してる。それで電子マネーでお支払いいただくにはどうすればいいんでしょう？ふむふむ、機械のここを押して、ここを押して。承知しました。そしてディスクの画面をスキャンすればいいのですね。ピッと。あら、つまり会長が私のボールペンとクリアファイルのお金を払ったことになりますね。それは失礼しました。取り消しなどはできるのでしょうか？きっとこの機械を使って。あら、あらあら、会長には今度ジュースか何かをお返ししますね。かしこまりました。商品をバックヤードから持ってきて。あれ、どの商品をどこに並べればいいのでしょう？こちらがカースウォーズで、あちらがデンノコ戦士。すみません、ランダム缶バッジってまだありますか？二宮会長、それにマグダレナ様。おや、フィオナ様。違うんです、私はアニメや漫画が好きなわけじゃなくて、たまたまというか、というか、どうしてマグダレナ様がここで働いておられるんですか？なるほど、人間界で使うお金を自分で稼ぎたいと。ご意思は理解できましたが、教皇庁の者が見たら、なんというか。
お互い見なかったことにしませんか。では私はこれで失礼しました。フィオナ様、お求めの缶バッジはこちらでしょうか。あれフィオナ様、お疲れ様。さっきフィオナさんとすれ違ったんだけど大丈夫だった？何その微妙な表情って。商品の品出し全然できてない。こちらはアイドルパラダイスで、こちらがガーディンオブアイドル、アイドルエンパイアもありますね。どう違うのでしょうか。ああ、私も手伝うね。人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー、リボーテッドスラッド、星を瞬け、リボーテッドラストミナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインセフィア、ルミナスクフィニッシュ、これが私たちの競争曲、リボーテッドコンチェルト。見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー、ハンドノート、やったか。ブレッドベル、赤き惑星の力、スカーレットシータ、ルミナスクロス、そういう展開、クリムゾンゼータ、ジョミナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバイフィニッシュ。見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。ふむ、我はケバブの移動販売の補助か。任せろ、不要な心配だ。我はいくつものケバブ店を食べ歩いてきたのだ。ケバブのことはよく知っている。確かにマグダレナは鈍いところがあるからな。お前に苦労をかけることもあっただろう。だが我は違う。初めて給金を得た暁には我からお前たちに馳走してやる。チキンケバブ一つ、辛口ソースだな。代金は頂戴した。マトンに中辛ソース、チーズトッピング、了解した。しばし待つがよい。何を驚いている、言ったであろう、不要な心配だと。我は悠久の時を生きる守護天使だ。このくらいのこと。ああ、大丈夫だ。身体機能に異常はない。だが、ケバブを見ていると腹がすく。働く前に十分食べたと思っていたが。人が落ち着いたら休憩するかい。まかないぐらい出すよ。すまない、助かるぞ店主。だが列はいつになったらなくなるのだ。
我とてケバブ屋でこのような行列は見たことがない。何が起きているのだ。何でも人気アニメでケバブが登場したらしくてね、秋葉フェスタってことでそれを再現したコラボメニューを出してるんだよ。何？やたら数が出る品があると思ったらそのせいか。すみません、ビーフケバブスペシャルチリソース一つください。うん、一つだな。了解した。これが天使の言っていたコラボメニューだな。旨味を凝縮した牛肉、香辛料をふんだんに使ったソース、美味に違いない。商品だ、受け取れ。ありがとうございます。では写真を。なんだかすごく見られているような。ジュルディ、そのようですね。いただきます。ケバブは初めて食しましたが、お肉と野菜とそしてソースがマッチして、これは美味しいです。いや大丈夫だ、我はまだやれる。次の客よ、注文を告げるがいい。ビーフ、チキン、マトン、一つずつ、すべてスペシャルチリソースで。ドネルケバブも立派な串料理、研究は怠らないわ。うむ、ミックスケバブ、肉30倍盛りだな。うちにそんなメニューないよ。空腹のあまり混乱しておられるようですね。すまぬ、かくなる上は、来い、メジェトたち。何か出てきました。モンスターなら全部口出しにするけど。いいや、心配には及ばん。これらは我が眷属、人に危害を及ぼすことはない。情けないが、少しの間我の代わりに働いてもらおう。これも一応我の力だ。しまった、メジェトたちは話すことができぬ。つまり接客は不可能だ。しかももう一つ問題があってだな。メジェトを出すと猛烈に腹が減るのだ。バタ。人の子よ、全力で来るがよい。レディーゴー、ルミナスクロスチェック。モデットデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、セリボーテッドスラット、ジョビーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイニングスコンテッピー、展開クリムゾンゼータ。ランプやりました。ケベシュクレマス、メーメクの炎よ、ゲヘナレクイ、まだまだ行くぞ。想定通り、モレットデルタ、フィニッシュ。マルス、行こう。バーミリオンイータ、ターゲット撃破。お祝いにステーキを食べに行くぞ。
がいっぱい。というわけで新星量と流星量でスコア勝負よ。もちろん勝ち。この千雲寺ヒルディオーネ、人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー、バウンドノート、ムリエル渾身のエールホルン、やっとこっち。ビーナスエールスカリバー、ルミナスクロス、嘘をつかせない、ルミナスバインガーナイツの力、思い日立エクリストアロー、セリーボーテッドスラット、思いの光で闇をディボーテッドバルス、さすがレッドデルタ、ケベシクレマス、ネイネクの炎よ、ゲヘナレクイ、まだまだ行くぞ。バウンドノート、ムリエル渾身のエールホルン、やっとこジョビミナスデザインだ、ビミナスクロス、嘘をつかせない、ビミナスバインガーナイツの力、重い日立エクリプトアロフィニッシュ。見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。思っていた以上にうまくいきませんね。しかり、見ているのと実際にやってみるのは違うものなのだな。何話あるんだろう。会長さん、そうですね、悠久の時を生きてきた守護天使として、一度の失敗で落ち込んでいるわけにはいきません。うむ、失敗を糧にしてこそ成長はあるのだ。それじゃあ明日はまた別の仕事をしてもらいますね。どのような仕事だ。自分で言うのもなんだが、我らにはあまり高度な仕事は期待できんぞ。そんなに難しいお仕事ではないので、きっと大丈夫かと。よかったらティッシュどうぞ。秋葉フェスタよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。守護天使がティッシュ配りって、教皇庁の人が見たらそっとしそうだね。仕事持ってきたのは私だけど、フィオナさんに見られたのはなかったことになったから大丈夫ということで、怒られたくないから教皇庁には黙っててね、館長さん。それはそうなんだけど、乗りかかった船だからね。守護天使さんが働きたいって真剣に言ってるんだから、手助けしてあげたいし。会長さんも手伝ってくれてありがとう。ティッシュ多いから助かるよ。秋葉フェスタ、よろしくお願いします。はい。マグダレナさんがセクシーすぎて男の人が戸惑ってるような、心配だけど、ティッシュ受け取ってもらってるから大丈夫かな。ティッシュだ、何かと入りようだろう、受け取れ。え、どうした、お前はティッシュを使わないのか。いや、あの、使いますけど、ごめんなさい。おい、なぜ謝る、逃げるな。8話です。ボス LV20 クリアで解放です。我のティッシュはなぜ誰も受け取ってくれない。アルモタヘルは怖がられているのです。もっと穏やかに微笑みで接するように心がけなさい。20まで倒さないとダメなのね、ショボーン。微笑みか、
ありがとうです。どうだ、我は笑えているか。笑うことさえままならんとは難儀な。秋葉フェスタよろしくお願いします。ティッシュをどうぞ。おや、そこのお方、お暗い顔をされていますが何かあったのでしょうか。はい、息子が反抗期で。善意だけに止めづらい。大丈夫、息子さんが素直になれないだけで、あなたのお気持ちはきっと届いています。時間が解決してくれますよ。はい、ありがとうございます。他の方も悩みなどあればお聞かせください。生きとし生けるものは私のこのようなものなのですから。ねえねえ、金髪のお姉さん、今暇？いえ、お仕事があるので暇ではありませんが。実は俺困っててさ、助けてほしいんだよね。ちょっとこっち来てくんない？そうでしたか。でしたら力をお貸しするのはやぶさかではありません。おい、そこの男、我の同胞に何か用か。うわ、怖い姉ちゃん来た。こんなのほっといて、俺と楽しいことしようよ、お姉さん。聞く耳持たずか。なら多くは言わん。失せろ。何をするのです、アルムタヘル。あの方は私に助力を求めていたのですよ。騙されているぞ、マグダレナ。奴のどこが助けを欲しているように見えるのだ。うん、そうだったのですか。ゼロ、あやかしランブルが好きな一人が来場しました。我が炎で相手をしよう。レリーゴー。この速さでスラムダクロス。嘘をつかせない。ルミナスバインドチェック。モデットデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシート命中確認。リボーテッドスラム、ルミナスエクスカリバー。これが私たちの競争。リボーテッドコンチェルト。バウンドノート。やったか。こっちルミナスクロスチェック。痛いです。ケベシュクレマス、ネーネクの炎よ、ゲヘナレクイ。まだまだ行くぞ。危なくなってきたので、ロバットデルタ、赤く惑星の力、スカーレットシータ。リボーテッドスラット、星を瞬かせ。リボーフィニッシュ。総員展開、クリムゾンゼータ。見事な人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。
チオさんとは競う形になっちゃいましたね。でも勝てば会長さんが流星学園に。これは負けられません。我が炎で相手をしよう。メリーゴー！ダスベストノート！ムリエル渾身のエールホルン！ルミナスクロス！嘘をつかせない。ルミナスバインよ！せーのーでクリスターウェブ！マレットデルタ！ジーナスエクスカリバー！輝け一番星！ディバインスフィア！展開クリムゾンゼータ！リボーテッドスラット！星を瞬け、ピゴフィニッシュ。見事な人の子よ。お祝いにステーキを食べに行くぞ。人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー！ルミナスクロス！嘘をつかせない。ルミナスバインドチェック！バウンドノート！ムリエル渾身のエールホルン！やっとこれがリボーテッドスラット！ルミナスエクスカリバー！これが私たちの競争！リボーテッドコンチェルト！ムレットデルタ！やるな！アルス！行こう！バーミリオンイーター！命中確認！手応えありです！ジーナスエクスカリバー！集え金星の力！シャイニングコンテスピース！大丈夫！まだやれるよ！まだ諦めないよ！急いです！バウンドノート！やっとか！こっちに走る！チェック！マレットデルタ！赤き惑星の力！スカーレットシータ！私の名前！ジーナスエクスカリバー！フィニッシュ！輝け一番星！ディバインスピコット！見事な人の子よ！お祝いにステーキを食べに行くぞ。終了まであと5分なのです。30分延長しました。フィーニスの塔と世界の摂理を守護すること以外私に何ができるのでしょうか。ものすごく大変なお仕事だと思いますけど。いえ、今はそのフィーニスの塔さえ守れずに堕天使に身を落としてしまいました。申し訳ありません。私はダメな守護天使です。仕事には大なり小なり専門性があり、まず習得することから始めなければならない。働くことがこれほど難しいとは。人は皆苦労しているのだな。しかし働いている間に腹が空いたらどうしているのだ。皆そんなに我慢強いのか。想像を超える忍耐だ。それはアルモタヘルさんだからのような。重ね重ね迷惑をおかけしてすみません。私には
引きこもってドラマをエンドレス視聴するのがお似合いです。我も働くことを甘く見ていた。我は物を食らうことしか能のない愚鈍な守護天使だ。そろそろ本当に教皇長に怒られそう。何かちょうどいい仕事はないかな。社会常識があまりなくても大丈夫で、食べ物に関係ない仕事。自分でもなかなか無茶を言ってる気がする。一度方針を見直してみよっか。何でもやってみるんじゃなくて、適正から仕事を考えるとか。マグダレナさんは良くも悪くものんびりしている、おっとりしてるって感じでしょうか。私、そんなにのんびりしているでしょうか。してるぞ。そんなにはっきり言わなくても。あと天然もあるけど、それは言わないでおこう。すみません、何千何万年という時間を生きてきたせいで、人の感覚とはずれているのかもしれません。守護天使だからスケールが大きいですね。アルモタヘルさんは威圧感があるのと、あと食いしん坊なところでしょうか。燃費は擬態の性能によるところが大きいと思うけど。難儀だな。性能を調整するには擬態そのものを作り直す必要があるかもしれん。何より我はこの体を気に入っている。我はこの体になって初めて物を食べた。そして味を知った。だから我は人に近づくことができた。この体は確かに腹がすく。だが、その分いろんなものを食し、いろんな味を知ることができる。我はそれがいいのだ。アルモタヘル。迷惑をかけているのは承知しているのだが。じゃあそこは今のままでいきましょう。守護天使のお二人の状態が安定しているのは奇跡のようなものかもしれない。貴重な戦力でもあるんだし、いじって何かあったら本末転倒だから。それに今は個々人の事情に合わせて仕事を選ぶものでしょ。すまぬな、お前には手間をかけさせる。まあ謝るなら生活費を出してる教皇庁の人に対してですね。耳が痛い。同じくです。ごめん、ちょっと秋葉原に帰らないと。秋葉原の商店街から連絡があってね、アイドルイベントにファンが想定より集まっちゃったらしいの。お願いしたイベント会社の人も想定外だったらしくて、もしかしたら大変なことになるかも。ドローン飛ばしてなんとか誘導できるかな。とりあえず帰らなきゃ。何ができるか分かりませんが、私も力にならせてください。ここまで世話になって何もせぬわけにはいくまい。皆さん、それじゃあ遠慮なく頼らせてもらいますね。秋葉原のためにお願いします。我が炎で相手をしよう。メリーゴーヴィーナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインソリア、ウンドノート、ルミナスクロス。嘘をつかせない、ルミナスバインダー。アナイスの力、重きだてクリットアロー、レッドデルタ、赤紅白星の力、スカーレットシータ、リボーテッドスラット、展開クリムゾンゼータ、ケベシュクレマ、燃え上がれアルモタヘルインフェルノ、アルモタヘルガルシス、ジョービーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイニングコトビーナスクロス、フィニッシュ、スタ
ーナイツの力思い知れ。ギガゼイクリッドアロン。見事だ人の子よ。お祝いにステーキを食べに行くぞ。我が炎で相手をしよう。メリーゴー！ハンドノート！ムリエル渾身のエールホルン！やったか。オレット出るか。やってない？マルス、行こう。バーミリオンイーレス。ルミナスクロス。そういう展開。クリムゾンゼータ。セリゴーゼットスラット。ジョー。ルミナスエクスカリバー。集え金星の力。シャイニングコッテスティン。これが私たちの競争。ゴーゼットコンチェルト。ランブル、ねじ伏せてやったわ。オイレットデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、命中確認、サウンドノート、手応えありです。セリゴーゼットスラット、星を瞬け、リゴーフィニッシュ。見事だ人の子よ。倒したよ。お祝いにステーキを食べに行くぞ。会長さんとは競う形になっちゃいましたね。でも勝てば会長さんが流星学園に。これは負けられません。ゼロ、グローランサーが好きな一人が来場しました。まこっちです、デンデンさん。43へのです。デンデンさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいです。というわけで、新勢力というわけで、人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー！ハンドノート！ムリエル渾身のエールホルン！やったか。やってない？レッドデルタ、行こう。バーミリオンイーター、命中確認、ディボーゼットスラット、手応えありです。思いの光で闇を、ディボーゼットマンズ、ルミナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインスリア、これが私たちの競争、ディボーゼットコンチェルト、ルミナスクロス、やるな、チェック、ファウンドノート、やったか。ケベシュクレマス、ネーネクの炎よ、ゲヘナレクイ、まだまだ行くぞ。有利獲得、ファウンドノート、ムリエル渾身のエールホルン、やったか。ルミナスクロス、チェック、セリボーゼットスラット、思いの光で闇を、ディボーゼットバルス、よし、ルミナスエクスタリー、フィニッシュ、集え金星の力、シャイニングコッテリー。見事な人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。
我が炎で相手をしよう。メリーゴー！ルミナスクロス！嘘をつかせない。ルミナスバインドチェック！バウンドノート！ムリエル更新のエールホルン！やっとか。キャベットテルクイチョウ！ルミナスエクスカリバー！ヤカヤケ一番星！ディバインスビア！展開クリムゾンゼータ！セミボーテッドスラッド！私の仲間は世界一よ！想定通り。バウンドノートやっとか。ジョミーナスエクスカリバー！すごい金星の力シャイニングコプフー！どんなのよ！セミボーテッドスラッド！ジョミーナスエクスカリバー！すごい金星の力シャイニングフィニッシュ！これが私たちの競争曲リボーテッドコンチェルト！見事だ人の子よ。お祝いにステーキを食べに行くぞ。人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー！ルミナスクロスチェック。ジョビーナスエクスカリバー！輝け一番星ディバインスビコフン！どんなもんよ。行こう、バーミリオンイーサー！ディボーテッドスラッド！思いの光で闇をディボーテッドバンス！バウンドノート！展開クリムゾンゼータ！ルミナスクロス嘘をつかせない。ルミナスバインドチェック。何するの？バウンドノート！やっとか。クレットデルタ！若き惑星の力スカーレットシータ命中確認。ディボーテッドラッド！星を瞬け！ディボーテッドラッド！よし！アタッド！ディーナスエクスカリバー！ディーナスクロス！スターナイツの力重い！ギガテイクリッドアロン！フィニッシュ！見事だ人の子よ。お祝いにステーキを食べに行くぞ。プロセカに採用された人の自曲のスター攻略動画を見てたんですが、デンデンさん、人がたくさん、にぎわいがあるのはいいことです。それどころではないぞ。下手をすれば怪我どころでは済まない。どうしてこんなに人が？まだ売り出し中だから先着順でも大丈夫って話だったけど。会場限定版の CD とブロマイドのセットちゃんと数あんのかな。ランダムでサイン入り封入とか当たり狙うしかないっしょ。それか。どういうことです？速度は普通なのに、エキスパートはともかく、マスターは後で高額で売る目的の人がいるんですよ。デンデンさん、お金になりそうなものには何でも手を出してくるからな。後でプレミアつくかもって期待もあるのかも。聞いたことがある。天馬イヤーというやつだな。早くセール券配れ。こっちとら客だぞ。確かに整理券配らないといけないんだけど、このままじゃ転売目的の人にも渡っちゃうし。つまり本当のファンかどうか見分けたいということでしょうか。速度普通で目が追いつかないって、ノーツが多いってことか。なるほど、そういうことか。うん、それでやってみようか。イベント会社の人とも話してみるね。整理券配布を開始しますので、列に並んでお待ちください。皆さん落ち着いてください。あ
ちなみに今日開始のプロ世界では放送外で5万あたりまで貯めました。そんなこと言われても本当に整理券あんの？お気持ちは理解いたします。ですが会場スペースが限られており、ちょっとまだ立て直ってないので、放送で遊ぶにはきついと思って。わかってるけどさ、また最初から申し込みにするとか、もうちょっとなんとかならなかったの？ゼロ、東方プロジェクトが好きな一人が来場しました。今回このような混雑を想定しておらず、ご迷惑をおかけしてしまいました。我々の二人は大変申し訳ありません。そんなに頭下げられると文句言えないじゃん。ギフトありがとうです。ところで今日出演予定のアイドルグループのメンバーのお名前はご存知でしょうか？そんなの知ってるに決まってるじゃん。私クレミちゃん推し。お答えありがとうございます。整理券をどうぞ。入場時間になりました。他のブラウザゲートフの意でも放送外で進めちゃいました。今のってそういう、さっきはきついこと言ってごめんなさい。今日はちょっと多かったので、ジョボン。いえいえ、こちらこそすみませんでした。イベントお楽しみくださいね。メンバーの名前を答えて。そんなのさっきディスクで調べたから楽勝だっての。ちょろいぜ。もう夏休みだからイベントが増える時期。レンデンさん、今日発売の新曲のタイトルは？え、どうした？アイドルのファンなのだから答えられるだろう。正確でなくても大体合っていれば構わないぞ。思い出すのでちょっと待ってくださいって。残念、時間切れだ。風邪ひいてなければ放送でできたんですが、さすがにちょっと無理かなって。なんだその怪しすぎる曲名。そういうアイドルなのだ。我も驚いたが、とはいえイベントに並ぶなら知らぬ方がおかしいと思うよ。まさか答えられなかったから整理券を配らないってわけじゃないだろうな。聞いてないぞ。いいよ、整理券は配れば。ならいいんだよ。って2003番番号めちゃくちゃ後じゃないか。これじゃ限定グッズ買えないだろう。詐欺だ詐欺だ。詐欺？告知サイトには混雑の場合は整理券を発行すると書いてある。何も拒否はない。文句があるなら好きにぶちまけるがいい。だがこちらも神戸の用意はある。お前のようなものが紛れ込んでいるから必要な措置だと肝に銘じておくがいい。こんなアイドルグループ解散しちまえ。毅然とした対応はアルモタヘルさんの方が向いているみたいだね。皆さん、整理券はまだありますからね、押さないでくださいね。質問は思ったより有効のようだな。ファンとやらでないのが反応でわかるぞ。ようやく混雑がなくなったか。通りがすっきりしたな。怪我をされた方もなく無事に進行できましたね。本当に良かったです。皆さんありがとうございました。おかげでお客さんと秋葉原が守られました。会長さんもアイディアありがとね。今日は我ながらよく働いた。これはケバブを50人前、いや100人前食さねば足りるまい。でも会場時間になったらまた整理よろしくお願いしますね。何？あ、想像しただけで腹がすく。ダメだ、意識が。アルモタヘル？アルモタヘル！
人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴーヨヨト、やったか。ジョビーナセゴイ、集え金星の力、シャイニングデスピーナイクロス、スターナイツの力、重きがテイクリッドアロー、レッドデルタ、マルス、行こう。バーミリオンイーター、ディボーテッドスラット、思いの光で闇を、ディボーテッドバルス、展開クリムゾンゼータ、パウンドノート、ユリエル渾身のエールホルン、さすがです。何するの、パウンドノート、やっとか。ブチビーナルフェイバー、ブレッドデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、ディボーテッドスラット、思いの光で闇を、ディボーテッドバルス、展開クリムゾンゼータ、フィニッシュ。見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。我が炎で相手をしよう。メリーゴー、ダスレットノート、ムリエル渾身のエールホルン、やったか。カイレットデル、やってない、マルス、行こう。バーミリオンイーター、ルミナスクロス、そういう展開クリムゾンゼータ、セリボーテッドスラット、ミナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイニングコンテンツ、これが私たちの競争、リボーテッドコンテンツ、甘いぞ。レッドデルタ、ジョビーナスエクスカリバー、集え金星の力、シャイニングコンテスピー、展開クリムゾンゼータ、ルミナスクロス、嘘をつかせない、ルミナスバインドチェック、セリボーテッドスラット、思いの光で闇を、ディボーテッドバルス、よし当たった、何するの、ケベシュクレマ、燃え上がれアルモタヘルインフェル、まだまだ行くぞ、ルミナスクロスチェック、レッドデルタ、マルス、行こう。バーミリオン、フィニッシュ、ターゲット撃破、見事な人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。人の子よ、全力で来るがよい。メリーゴー、何するの、パウンドノート、ムリエル渾身のエールホルン、やったか。レッドデルタ、セリボーテッドスラット、思いの光で闇を、ディボーテッドバルス、ジョビーナスエクスカリバー、ルミナスクロス、そういう展開クリムゾンゼータ、ケベシュクレマス、燃え上がれアルモタヘルインフェルノ、まだまだ行くぞ、何するの、パウンドノート、やるな、やったか。ジョビーナスデザイン、集え金星の力、シャイニングコンテスピー、レッドデルタ、マルス、行こう。バーミリオンイーター、ルミナスクロス、そういう展開クリムゾンゼータ、セリボーテッドスラット、星を瞬け、リボーテッドラン、よし、ケベシュクレマス、メリクの炎よ、ゲヘナレクイ、まだまだ行くぞ、痛いです、まだこれから、想定通り、パウンドノート、やるな、やったか。セリボーテッドスラフィニッシュ、星を瞬け、リボーテッドラフィニッシュ、見事な人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。
体がいっぱい。会長さんとは競う形になっちゃいましたね。でも勝てば会長さんが流星学園に。これは負けられません。我が炎で相手をしよう。レリーゴー！ブレッドデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、命中確認状、ビーナスエクスカリア、輝け一番星、ディバインスズク、セリゴーゼットスラット、思いの光で闇をディゴーゼットバルス、バウンドノート、ムリエル更新のエールホルン、これが私たちの競争、ディゴーゼットコンチェルト、ケベシュクレマツ、ネーネクの炎よ、ゲヘナレクイ、まだまだ行くぞ、ルミナスクロスチェック、ブレッドデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、私の仲間は世界一よ、ケベシュクレマツ、燃え上がれアルモタヘルインフェルノ、まだまだ行くぞ、ルミナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインスフィア、さすがです、ゴーゼットスラット、ルミナスクロス、嘘をつかずに、ルミナスバインドが私たちの競争、ディボーゼットコンチェルト、痛いです、ファウンドノート、ムリエル更新のエールホルン、やっとか、キャペットデルタ、やってない、ルミナスエクスカリバー、展開、クリムゾンデータ、フィニッシュ、見事だ人の子よ、30分延長しました、お祝いのケーキを食べに行くぞ。人の子よ、全力で来るがよい、レリーゴー、ダレットデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、命中確認、ジョミーナスエクスカリバー、手応えあるわ、すごい金星の力、シャイニングコープ、イリディアル、ヒゴーゼットスラット、私の仲間は世界一よ、ファウンドノート、ルミナスクロス、嘘をつかずに、ルミナスバインド、せーので、クリスタンウェーブ、痛いです、レッドデルタ、赤き惑星の力、スカーレットシータ、ディゴーゼットスラット、思いの光で闇をディゴーゼットバルス、展開、クリムゾンゼータジョビーナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインスズク、テラシュビーナスクロス、チェック、ファウンドノート、ムリエル更新のエールホルン、やっとか、レッドデルタ、マルス行こう、バーミリオンイーター、命中確認、ディゴーゼットフィニッシュ、浄化してあげる、ビーナスエクスカリバー、輝
輝け一番星ディバインスフィア。これが私たちの競争ディバーセットコンチェルト。見事だ人の子よ、お祝いにステーキを食べに行くぞ。お疲れ様でした。途中少し食べたが、もう空腹で倒れそうだ。おお、よくやった。すごい食べっぷり。本当にお腹空いてたんですね。まだ満腹にはほど遠いが、生き返った心地だ。感謝するぞ、人の子よ。改めて、会長さんもマグダレナさんもアルモタヘルさんも、今日はお手伝いありがとうございました。一歩間違えたら事故が起きてたし、秋葉原のイメージ悪化につながりかねなかったですから。他の場所だったら怪我していいってわけじゃないけど、やっぱり秋葉原は平和であってほしいです。小春子様はこの町が大事なのですね。はい、秋葉原は私の家族がいる町ですから。お姉ちゃん、夏子。お姉ちゃんが帰ってくるの遅いから商店街の人に聞いたらここだって。遠くまで。本当だ、気づいたらもうこんな時間。ごめん、急いで買い物してご飯作るからね。ううん、お姉ちゃん秋葉原のために頑張ってたんだよね。商店街の人がありがとうって言ってたよ。ご飯はお母さんが作ってくれたから大丈夫だから、帰ろお姉ちゃん。そうだね、ご飯は家族みんなで食べた方が美味しいもんね。良い家族ですね。つい頬が緩んでしまいます。ああ、我も腹が満ちるようだ。しかし小春子よ、お前家族とは。いや、お前の家族が幸せなら今は何も言うまい。ああ、もしかしてうちの家族のこと分かるのかな。アルモタヘルさんは冥脈の守護天使だから。それじゃあ私はお先に失礼します。だけどその前に、はい、今までの分のお給料です。この守護天使マグダレナ、初めてのお給料です。達成感というものでしょうか。きっと今まで教皇庁の方からいただいた額とは比べられないのでしょうが、とても嬉しいです。これで自分の金でケバブを買える。いや、給金が入ったら地層する約束だったな。忘れてはいないぞ。よい、皆でケバブを食べよう。それが良い。この金で買えるだけ買ってやる。今日はとても助かりました。お二人とも大活躍でしたね。こちらこそ小春子には世話になった。お前がいなければ我はビタ一門稼ぐことができなかっただろう。ええ、感謝してもしきれません。そんな、守護天使さんにそこまで言われると恐れ多いですよ。天使や教皇庁の人に見られたらすごく怒られそうだから、見つからなくてよかった。会長さんもありがとう。はい、バイト代。じゃあ私は本当に帰るよ。
またね。さようなら。バイバーイ。ふと疑問に思ったのです。どうして私は自分でお金を稼ぎたいと言ったのか。皆様のお世話になってばかりで情けなくて、守護天使としての威厳が損なわれるのではないかと不安になったから、自分でもそう思っておりました。でも違ったのです。私はお世話になった方々に感謝を伝えたかった。働くという形で恩返しがしたかった。例えばお母様に日頃の感謝を伝えたいとき、ゼロ、パチスロが好きな一人が来場しました。そうです、きっとそれと同じことです。労働という形で気持ちをお返ししたかったのです。アルモタヘルもそうだったのではないですか。もうお前に全部言われてしまったか。我ら守護天使は世界の摂理を司る者、本来なら三界の者とは交わらない存在だが、擬態に宿った我らは共に世界を守る仲間だ。人の子よ、お前には感謝している。そしてこれからはお前が我らに感謝したくなるような頼もしい味方となろう。これからもよろしく頼むぞ。ランニングコープスの最新話更新、早く視聴しなくては。天使よ、腕を上げたな。ケバブ10人前、いや100人前追加だ。ちょっと離席しますね。
戻りました。おかえり、せんべいさん。ただいまです。気流院マハムートよ。レディーゴー。メテオインパクト。簡単には働けませんわ。グラビタンプレッシャー。このまま叩き潰してくる。簡単には働けませんわ。ネットテレカ。リュウの私がひるむとか。バーミリオンイーサギゴーゼットスラット。リュウの思いがひるむとか。闇をディゴーゼットヴィーナスエクスカリバー。輝け一番星、ディバインスフィア。展開クリムゾンゼータ。ヤースパイラルスカッチ。キッチリ。チームスマッシュ。パイラルスカッチ。キッチリ。チームスマッシュ。パイラルスカッチ。キッチリ。チームスマッシュ。ミラージュブレイク。パイラルスカリエレゾンですわ。何しょぼくれてるの。シャーキッとなさい。一緒にリベンジするわよ。両性同士のスコア合戦。ガナですわ。連続で来られると負けちゃうけど、運がいい時は勝てる。同じくです。レディーゴー。サンドノート。簡単にはリエルカーシュンはエールホルン。やったか。もうレッドデルタ。やってない。簡単にはリエルカーシュンは簡単にはリエルカーシュンはディバインスフィア。メテオインパクト。簡単にはリエルカーシュンはグラビタンプレッシャー。展開クリムゾンゼータ。ヤーセリゴーゼットスラット。簡単にはリエルカーシュンは簡単にはメガバタカシュンはリゴーゼットスラット。ヴィーナスエクスカリバー。簡単に輝く一番をディバイフィニッシュ。褒めないわよ。当然だもの。負けそうになったらリタイアしてやり直してます。こんな感じでこっちが優勢だとオートでも。間に合えばリタイアをしてやり直してるけど、間に合わないときは負け確定しちゃうんですよね。しょぼう。私たちの功績が金星に届く日もそう遠くないかしら。この戦音寺ヒルディオーネ。その受注それではこの辺りで終わりますね。オッズ来場者数36名様、コメントご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。おつです。でんでんさん。